チャオ、あっちゃんです。寒いね。寒いからね、今日はね、もこもこ着てんねんけどもね。はい、まあ、もこもこ着ながら、晩ご飯作っていきましょう。今日寒いからね、北海道、フォンデュシチュー。3種のナチュラルチーズのフォンデュシチュー。パンをつけて、野菜をつけてって書いてあるんだけどね。まあ、これでご飯で食べるんだけどもね。シチューを食べましょう。パンで食べてもいいんだけどね。まあ、なんか食べましょう。はい、シャワー作りましょう。デフォルトはね、鶏肉、豚肉なんでも OK。玉ねぎ、ね、サラダ油って書いてあるけど、芋入れます。人参入れます。で、結構お野菜ゴロゴロといきましょう。はい。では、作っていきます。ね、まずね、玉ねぎをね。捨てた方がいいかね。今ちょっとね、置いてやんね。土曜日か。玉ねぎとかね、ちょっと今置いとるからね、ちょっといろいろやりたいことがあって。行きましょう。こんな感じでね、まず玉ねぎを食べるとこか、よいしょ。で、じゃがいも、まずね、じゃがいも、じゃがいもさんの身を取ります。あんまりには出てないね。出てないけど、食えた後とか。
たんで、ちょっと気づいてる。変な。よいしょ。みんなどこでいいかな。では作っていきましょうか。まずね、じゃがいもさんを、まあ、食べたい大きさ、ちょっと大きめぐらいにとこう溶けるからね。よいしょ。目だったらこの角か。大丈夫。にんじんを入れましょう。どっか行っちゃった。それでね、ちょっとね、傷んでるね。茎がちょっと傷んでるね。半分切ったやつ、子供にあげよう。うん、子供にあげます。よいしょ。これは使います、後で。こっちが。痛んな、どうしようかな。甘っ。食べる分には使い勝手悪いから、うん、メインの肉、よいしょ。これで今日ね、今日明日土曜日か、今日でしょ、今日の食材は終わりと。よいしょ。で、ね、鶏もも肉を、よいしょ。明日自動行こうかな、明日土曜日か、やめだ、明日何回向こうかな。月曜日やかんね、腕入ってるから7分間するからね。だから7分間するからです。
買い物は行かれへんから、明日行ってこうか。ね、で、鶏ももをね、食べたい大きさに切ります。まあ、シチューはそんなに大きくても、ゴロゴロしすぎて多分食いし、ちっちゃかったら食べたいからね。適当に切りましょう。材料終わったんでね、ここからねちょっといろいろ裏技を入れていきたいと思います。噛みましたね。小さじ半分の塩をまず入れます。で、もんどきます。では作っていこうか。では作っていきます。これね、油も適当にちょっと多いめ、ね、
約2分半まで炒めたら、これね、鶏肉を入れます。炒めこれで一回色変わるのね。にんじんとじゃがも入れます。にんじんとじゃがに油を回していきます。2600円やねんけど、ここにね、まずね、酒とみりん、かき酒を入れます。酒とみりんをね、かき酒入れて、2600円かな、ここにね、水をね、水400を、いいよね。いつかな。ちょっと火がほんのり。よし。酒とみりんでちょっと入れてね。で、ここにね、水400ちょっと入れていきます。水400、これ沸騰させます。でも酒とみりんがね、隠し味やれんけどね、ちょっと味見ようか。ああ、なかなかいい味になってる。
これがね、またね、この後20分ぐらい煮るんで、味を出してくれるんだけど、ここにね、細かく切った柿、それと柿をね、入れます。で、こっから20分沸騰しておけばいいんじゃない。これリンゴをね、使ってください。カレーにはよくリンゴ入れてね、クリームシールがどうなるのかなとテストです。やったことのことやろうと、まあ、チーズ系やからね、そんなにあり甘めにあえても。いいもんとして。いいもんね、半分だけ入れます。皮口ね、皮口必要です。なんか OK、さあどうなるでしょうかね。リンゴすりおろした、食べたらちょっとすりおろしが喉にガラガラする。味を見ていこうか。おお、美味しいぞ。こんなね、リンゴとか柿が甘々じゃないのよ。あんまりやるとね、ジャガイモが崩れちゃうんでね、ちょっと中火にして、で、焼いていきます。では、20分後に移動。はい、約20分経ちました。はい、ということで、火を止めて、北海道フォンデュシチューの素をね、ルーを入れていきます。で、これで、あとは混ぜていきましょう。ざーっと混ぜてね。熱っ、跳ねちゃったわ。これね、キュッキュッキュッと混ぜて溶かしましょう、溶かしましょう。分が多いでね、跳ねる跳ねる。熱かった。
で、これをね、もう大体溶けたかな。溶けたらね、結構とろみついてるけど、ここにね、豆乳、牛乳って書いてあるんだけど、豆乳を200入れます。豆乳200投入します。はい。で、これで、火にかけて5分。5分ね、沸騰してきたらね、ちょっと弱火にして、とろみをつけていきます。焦がさないようにね、ちょっと食べて。うん、美味しい。かきとりもうまいこと隠れてるわ。美味しいね。すごいとろみついたね。いい感じやね。これで5分でね、また化けるね。ゆっくり混ぜていきましょう。そうそうそう、仕上げにね、ちょっと隠し味に入れようと思って、ここに隠し味にね、ちょっとだけね、あんまり言い過ぎたら味噌、こんだけかも。味噌をね、大さじ1ぐらい、この量だとね。これもね、大さじ1の味噌をね、ここに入れることでね、かなりね、コクが出んのよ。まさかシチューに味噌ってって思うでしょ。あのチーズも一緒です。発酵食品です。前に教えてもらってね、でシチューに味噌をちょっと入れたらめっちゃ美味しいよって教えてもらって、やったらね、めちゃくちゃ美味しくなって、コクが出てね、入れすぎると味噌が味だけど、ね、色もね、茶色くなっちゃうんだけど、ちょっとぐらいと分からへんね、うまい。うわ、やっぱめっちゃ美味しい。これは美味しい、美味しい。うちはね、ご飯で食べるんですからね、シチューも。ほぼほぼ完成です。
完成です。ドラえもんじゃ3目。よいしょ。はい。だけでいいよ。寒いね。よいしょ。ルーは多めにしよう。なっちゃんの完成です。食べましょう。